久保竹房さん。スーパーでとんでもないスター性を発揮。3月7日、レアルソシエダ公式 SNS が公開した動画が話題を呼んでいる。スーパーマーケットで開催されたサイン会。行列は広場から外に続き。街中の路地を埋め尽くすほどに。子供たちからも大人気な久保選手。赤ちゃんを抱っこして撮影に応じるなど。現地のファンを魅了している。現地や日本のサポーターから反響が寄せられている。 久保のサイン会の行列がやばい一生終わらないサイン会になりそうなんてこった竹かける赤ちゃんはかわいすぎるこの3分間のために3時間並ぶ価値がある久保は人を引きつける魅力がある待った会があった ハンテラーのみたいに愛されてる新型 iPhone より人気があるななんだこの幸せな空間は。